1F 福島第一原子力発電所労働記、星3。ガチで崩壊後の福島第一原発で作業していた中の人が書いたルポ漫画。この漫画のディモールとベネな部分は陰謀論大好きの Q アノンとか福島の真実みたいな奴らが垂れ流す情報は全くのデマだったりガセであり、主に陰謀論好きがかかる認知バイアスである確証バイアスにはまりやすい奴らが陰謀論にガンギマリするんだなということがよくわかる。確証バイアスとは自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合の良い情報ばかりを集める傾向性のことなのぜ。認知バイアスは自分の思い込みや周囲の要因によって非合理的な判断をしてしまう心理現象の一種なのぜ。例えば福島第一原発内部で心筋梗塞でガメをべらした人族がいたのだけどこれを当然はどうやら隠したらしくて、これはおまんじゅうたちの予測では、陰謀論者の活動家は結論ありきで自分の確証バイアスを補助するネタを探しているので、そういう人族にとっては心筋梗塞ではない、絶対放射線でガメをべらしたんだという結論になるのぜ。まあうちらおまんじゅうは結論ありきの人族苦手だからこんな感じで書いちゃったけどそうじゃないかもしれないけどね。ただし構造的欠陥が、想像図に描かれており魔法けどころかななじ受けで仕事を回すとか、中抜き業者も受かりすぎだったり一時受け無能すぎって感じでこういう無駄をなくすだけで相当金は節約できる。学術的に大変貴重な漫画。